最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。こちらは時事ネタニュースの動画です。メインコンテンツにするほどではない案件、できるだけ早く取り扱いたい事件などを配信しています。あくまでも僕個人の考察ですから、エンタメの範囲内でご覧くださいね。チャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。はい、今日もね、時事ネタやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、綾瀬はるかさんが熱愛発覚ということですね。それに対して、マカロンが何個か届いてたんで、で、これまでですね、綾瀬はるかさんはやっぱ有名人ですから、たくさんね、マカロンを検索するとですね、質問とかがあったので、まあ、それも一緒にね、返していこうかなと思いますね。なんで、今日は、まあ、綾瀬はるかさん特集という、ことですね。今までそれこそ2年前とか3年前にいただいてたマカロンもほじくり返してきましたから、ちょっとラグがありますけども、もうね、うちのチャンネル見てくれてるかどうかわかんないですけども、一応、その時のマカロンとかも返していこうと思います。ということでね、本日もよろしくお願いします。では行きましょう。関和弘さんです。ありがとうございます。綾瀬はるかさんは結構な巨乳です。その綾瀬はるかさんが大好きな調教師さんの奥様はやっぱり巨乳ですか？ケンケン先生の鋭い観察力で、ね、的確な判定を期待します、ということでね、関さんありがとうございます。まあこれはね、ちょっとね、プライベートなことになるので、まあそこは避けておきましょう。ただね、調教師さんっていうのは、まあ、僕の、お友達でですね、まあもともと SM の調教師をされていたので、調教師さんっていうね、あだ名でうちの配信とか動画ではね、言わせてもらっているお友達ですけども、まあ確かに調教師さんは綾瀬はるかさんが好きなんですよね。で、まあ調教師さんは結婚されてるんですけども、綾瀬はるかが来た時はね、奥様に了承を得て、そういうシチュエーションがあれば浮気をするというか、不倫をするとおっしゃってましたね。もう相手綾瀬はるかやで、というふうにもう説得すると言ってましたね。はい、まあそういう話をしましたけども、まあやっぱ僕とはちょっとタイプが違うんですよね。巨乳好きというとこは、まあ僕も調教師さんも一緒なんですけども、僕はね、今日は綾瀬はるかさんのメンソも見てくださいっていうの来てたんで、最後にちょっと見ようかなと思うんですけども、僕はね、実は綾瀬はるかさんがもう全くタイプじゃないんですよね。まあメンソの良し悪しとか、どういう風な顔をしてるのかっていうのは最後に言いますけども、そこと関係なく、まあ僕がまあ女性としては、全然好きじゃないので、まあ調教師さんとタイプが被る時もあるんですけどね、綾瀬はるかは全然こう僕の中では全くですから、はい、だからまあちょっとね、綾瀬はるかさんのメンソをね、最後にまた発表しますので、そこまで見ていただけたらと思います。関さんいつもありがとうございます。では次行きましょう。これが、本題ですね。これが、昨日かな、ニュース出たので、これにガーッとマカロンが一気に来た感じです。匿名希望様ありがとうございます。女優の綾瀬はるかさん39歳と6人組、男性アイドルグループストーンズのジェシーさん28歳が熱愛していることが報じられました。カップル感想額をお願いいたします。まあ要するにこういうね、マカロンがたくさん届いてますよっていうことです。でまあこういうマカロンだけやったらちょっと話題が一緒になってしまいますから、さっきのね、関さんがくれたのとか含めてですね、まあ今までの綾瀬はるかさんについていただいてた質問について全部返していこうかなと思ってます。ストーンズのね、彼は僕はちょっと全く知らないんですけども、まあ、せっかくリクエストいただいたんで、まあ、綾瀬はるかさんがっつりと、このストーンズ、ジェシーさんは、まあ、ちょびっと見ていこうかなと思いますね。これでどうやってストーンズって読むのか、僕にはちょっとわかりませんけども、まあ、僕がおっさんということでね、わざわざこの匿名希望さんも、ストーンズというふうに、振り仮名を打ってくれてるんでしょう。このやっぱシックストーンズみたいなね、やっぱ読んでしまいそうですからね、まあ、僕たちおっさんは。これはどうストーンズと呼ぶみたいですね。はい、ということで、匿名希望様ありがとうございます。はい、では次行きましょう。ナオリンゴさん、これだいぶ前の、はい、実はマカロンです。 2,3 年前ですかね。はい、ナオリンゴさん、2,3 年前のマカロンでございます。採用しました。綾瀬はるかは女郎層ではないんですね、ということで、これもまあ面相ですね。まあ、綾瀬はるかさんはやっぱある程度人気のある方ですから、常々ね、今回の熱愛報道とかだけでなくてもメンソを見てくださいっていうのが来るんですけど、これはね、まあ、最後に話していきたいと思います。ナオリンゴ様ありがとうございます。では次行きましょう。スモモ69様ありがとうございます。やっぱこういうのがだいぶ昔のマカロンだと思いますね。読んでいきましょう。ネット記事で私有眼が美しい芸能人ランキングトップ20、ミステリアスで色気のある印象を与えたり、役者として表現力の幅が広がったりと、ポジティブな魅力がたくさん、韓国ではモテる顔として人気を集めているそうです。第1位佐藤健、第2位綾瀬はるか、第3位横浜流星とありました。他にも三白眼の美人女性芸能人ランキングトップ20とかありました。色
ろいろあるんですねっていうことでね、スモモ69様ありがとうございます。まあ確かに手遊眼だの三白眼だの言われますけども、まあこういうね人気とかですね、面相読み取りとはまた別の話ですよね。まあモテる顔とかですね、いい悪いとか競争喫争とかいうのとは、こういうのは別の話でね、別に競争でも人気がある人もいますし、喫争でも嫌われてる人もいるでしょう。だからまあ面相学とは一切こう関係のないことですね。こういう三白眼四遊眼っていうのね、こういう見た目の印象っていうのは関係ない話です、リーディングとはね。そしてまあいつも言ってますけども、部分読みね、パーツ読みどうこうっていうのは絶対ダメなんですよ。だからよく聞かれるんですよ、本当四遊眼の場合どうですかとか、三白眼の場合どうですかとか、そういう質問ね、結構面相で聞かれるんですけども、口が歪んでますとか、口角下がってますとか、もうそれは素人読みなんで、面相っていうのは実はそういう読み方はしないんで、はい、だから一部分がどうこうで読めたらですね、まあそれはちょっとオカルトになってしまうんでね、まあ良くない話ですね。はい、ということで、質問様ありがとうございます。次行きましょう。あいみママファンさんですね、ありがとうございます。綾瀬はるか39歳がストーンズのジェシー28歳と真剣交際していることが分かった。綾瀬はるかが39歳のことに驚き、美人だとアラフォーでも20代だと付き合えるんですね。あいみママも綾瀬はるかと同世代かと思いますが、お綺麗ですもんね。お二人見習って自分磨き、まずは何から始めるべきですかということでね、あいみママファン様ありがとうございます。確かにですね、まあ、僕がちょっとあいみママと仲いいことでですね、あいみママのファンが僕のチャンネルにも結構来てくれるんですけども、正直ねぶっちゃけ言いまして僕の好みとか関係なくですね、あいみママの方が多分綾瀬はるかさんとだったらですね、2段階ぐらいはあいみママの方が綺麗やと思いますね。ぶっちゃけこれは別に僕があいみママにお世辞言ってるわけではなく、まああとはまあ綾瀬はるかさんが僕がやっぱあまり好きじゃないのかがあるかもしれませんけども、やっぱちょっとただ綾瀬はるかさんは芸能人と女優というだけの話で、リアルな美しさでいうとやっぱあいみママの方がちょっと段違いかなとは思いますね。お二人見習って分かんないですけども、まああいみママは結構努力されてると思いますね。やっぱジムとか行ったりとかそういうのしてるので、やっぱりこう自分磨きっていうのは、まず自分のできるまあ節制、デブとかになったらダメですから、まあ男でも女でもね、だからまず糖質制限とか食べ物の制限、はい、そこから筋トレとか有酸素運動とか、まずはそういうとこからじゃないですか。何でもかんでもお金かければっていう話じゃないんでね。特に今は量産型っていう顔がね、女性は多いと思いますけど、ああいうのを顔かけてですね、みんな同じような整形手術、美容整形をしますから顔立ちになっていきますよね。僕がちょっと量産型タイプの顔もそんな好きじゃないんですよね、まあ乾燥師として。はい、だからあれはどうかと思いますね。はい、ということでまずは自分磨きは食事制限、そして、運動、これはねそこまでお金がなくてもできるもんですからね、まずやってほしいと思います。あいみママハンさんありがとうございます。では次行きましょう。匿名希望様、スクープ、綾瀬はるかとストーンズジェシーが真剣交際、ストーンズもジェシーもわからないんですが有名なんですかということで、匿名希望様やす、これは男性なのかな。いや僕も有名かどうかわかんないですね、まあ、正直全然知らないし、言ったら興味もない、綾瀬はるかも興味ないですし、ストーンズの方も本当に申し訳ないんですけど、まあ興味がないから、まあでも有名は有名なんじゃないですか、もっとそのジャニーズとかそういうのでしょ、まあ有名だからまあこういう風にニュースにはなると思うんですけども、僕は一切こう興味がないですし、まあ勝手にしてくれたらいいなっていう感じですね。まあ皆さんからねマカロンが来てるからまあ答えますけども、僕的にはまあどうでもいい、あっそうっていう話ですね。それで終わりです本当に。はい、匿名希望様ありがとうございます。はい、では次行きましょう。これが最後ですね。チョコミント様ありがとうございます。綾瀬はるかと熱愛報道が出た、ストーンズのジェシーが綾瀬はるかと会う時にファミマの靴下履いてるとネット上で笑いです。綾瀬はるかはそういうの笑ってくれそうです。お二人は幸せになってほしいですねというね、チョコミント様ありがとうございます。まあそうですね、僕もね全く興味はないですけど、別にね不幸せになるとかそういうことは思いませんから、勝手に幸せにねなってくれたらそれでいいと思いますけども、この記事たくさんいただいたんでまず読んでいきたいと思います。はい、これですね。スクープ、綾瀬はるかとストーンズジェシーが12歳差真剣交際、仲良くさせていただいております、ズドンとジェシーが取材に回答。ズドンは何なんですかね。7月24日11時30分配信ということで、まあ昨日ですね、昨日ニュース。ビッグカップルの誕生だ。国民的女優の綾瀬はるか39歳とストーンズのジェシー28歳と真剣交際していることが分かった。明日7月25日発売の女性セブンが、商法するということで、だからまあ今日ですね、今日出たということで、女性セブン出てるんで、まあ気になる方は買っていただいたらと思いますね。出会いは2022年映画リボルバーリリーでの共演だった。
ハードボイルド作家永浦京ですかねの代表作を映画化したアクションサスペンス作品だ。主演の綾瀬は史上最強のダークヒロインとして活躍する元敏腕スパイを熱演。一方のジェシーは命令を遂行するためなら非道な手段も厭わないシベリア帰りの陸軍隊員。二人は敵対する役どころで劇中では幾度となく戦闘シーンを繰り広げた。全く分かんない映画ですね。見たこともないです。本格的なアクションシーンをあうんの呼吸でこなした二人、映画のクランクアップ後に個人的に連絡を取り合うようになったという。お互い立場がある二人、なかなかすぐに交際というわけにはいかなかったようです。完全個室のお店で食事会をするなど友人付き合いが始まりました。慎重に丁寧に関係を作っているという感じがしましたね。芸能関係者ということでね。綾瀬はこれまでインタビューなどで恋愛観や結婚観を率直に明かしてきた。一方で浮いた噂から遠い存在でもあった。過去には大沢たかお56歳や松坂桃李35歳、韓国人俳優のノ・ミヌ38歳らとの関係が取り沙汰されたこともあったが、いずれも否定してきた。ああ、なるほどね。ただ前出の芸能関係者は今回については単なる交際や熱愛発覚といった浅いレベルではない。二人はかつてないほどお互いに真剣に向き合ってたくさんの時間を一緒に過ごしているのですと語る。ジェシーの年齢は学年で言うと綾瀬さんと一回りした。でも彼はとにかくマメで優しい。綾瀬さんが家事ができなくてもいいよやるよと自分が立ち上がるタイプです。そんなところも波長があったんでしょう。綾瀬の所属事務所は女性セブンの取材にプライベートは本人に任せておりますと回答。一方ジェシーは設立したばかりの個人事務所ズドン、そうズドンってな、個人事務所やったんですね、何のことかと思ったを、通してプライベートは任せください、仲良くさせていただいておりますズドンと決め台詞付きでコメントした。ジェシー本人が代表取締役を務めるためお任せくださいなのだろう。明日7月25日、今日ですね、発売の女性セブンでは独占スクープ、綾瀬はるか極秘同性愛、12歳年下トップアイドルと約束した未来と題する記事で2年に及ぶ2人の極秘交際の経緯、ホリプロ3人娘と言われた綾瀬の身に起きていた異変、匂わせなかった2人が唯一お揃いで持っているもの、そして2人が見据える結婚という未来についてなど詳しく報じているという記事ですね。はい、まあ、僕からすると一切どうでもいいです。勝手に、お幸せになってくれればいいんじゃないでしょうか。お揃いで何を持ってようが、結婚しようが僕には何の関係もないですし、まあ、あんまり今芸能のねニュースっていうのはこういう YouTuber をしててですね、まあ、マカロンで質問とか来ますから答えますけども、まあ、もともと僕はこういうのどうでもいいタイプなんで、まあましてやね、自分の親でもなければ兄弟でもないのでね、仲良くしてくれればいいんじゃないでしょうか。で、まあリクエストを聞いてたですね、顔です。確かにまあ私有眼なんですけどね、まあ言うほどのことじゃないんですよね。こちらがちょっと小さいかなっていう感じですけども、そんなに言うほどではないんですよね。まあ一般的に見ると気にならないレベルですけどね、やっぱすごい人いますから、私有眼ってね。あ、で顔がやっぱ面相がね、どう見てもねちょっと悪いですけど、まあ女性なんですけど、まあむちゃくちゃ悪くはないんですよ。はい、むちゃくちゃ悪くないんですけども、まあ、僕からするとまあ通常層で、多分ね面相というより僕の、まあ、やっぱ好みじゃない、趣味じゃないタイプじゃないというだけなんですよね。やっぱそこが入ってしまうと乾燥してちゃダメなんですけども、やっぱりねその人間ですから、ちょっと良くない部分が見える。全体的にね、そうパッと見はそんな悪くないんですよね。ただ部分部分がちょっと気になるとこが何箇所かあるんですよね。顎の張りとか肝骨、そしてまあ生え際と耳とかね、なんかねやっぱこれは長いことこういう面相とかをずっと見てないとわからない部分だと思いますね。一般的に見るとね、結構いい子そうなんじゃないのって言われるそうだと思いますね。まあそこは分かってるんですよ。多分面相とか見たことない人とか一般の人はこう言うだろうなっていうのは一応分かるんですよ。でもまあ僕からすると、まあ、悪いとか競争っていう感じではないんですけども、僕が個人的なリーディングで見るとあんまりこう、まあ、関わりたくない人かなっていう感じはするんですよね。どこがめちゃくちゃ悪いとかね、そういう感じの顔じゃないんですよ。全体的にちょいちょいちょいみたいな感じですね。足していくとみたいな、まあ加点方式になるんですかね。減点方式か加点方式というか、部分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 足していって、でこの顔の合計のリーディングはってなると、そんななんかやっぱ魅力的ではないんですよね。別にそのね、面相が、全て当たってるわけではないですし、はい、面相が例えば競争だったら悪い人、喫相だったら善人っていうね、完璧に分かれるわけでもそういうもんじゃないんでね、面相ってないんですけど、僕からするとあんまりこう関わりたくない系女子かなっていうのがありますね。
で、もう一人がジェシーさんでしたっけ。まあまあこっちは普通ですよね。ちょっと電卓が狭いのとか気になるんですけど、これは海外の地位とか入ってるんですかね。海外の地位とか入ってたらですね、やっぱ電卓、まあここの部分が狭くなったりするのは当然なんで、でもまあまあ、彼の方がまだいいんじゃないかなと思いますけどね。ただ、まあ、そんなになんか特徴的な顔ではないか、まあイケメンって言われる顔なんでしょうけども、まあ面相的に言うとそんななんかどこどこに特徴があるっていうタイプの顔ではないんで、可もなく不可もなくっていう感じの人ですかね。はい、ということで、まあ今日はね、あんまりね悪いとことかもし言ってですね、水を差すのも良くないですからね。せっかく熱愛報道とか、結婚とか言う時に第三者の僕が面相的に見ればみたいなこと言うとあんまり良くないと思うんで、まあまあこんな感じでいいんではないでしょうか。はい、では行きましょう。キョ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 のアホコメ。あ、今日も来てましたね、アホコメ。これでございます。まあ、綾崎チャンネルに来てたアホコメなんですけど、見ていきましょう。全否定するのはどうかと思います。確かにインチキもたくさんいますが、本当に見える方もいます。自分が体験したことない人に何を言ってもそれは無駄だと思うし、信じないと思います。まあ自分が死んだ時に全てがわかるんじゃないですかね。はい、アホコメありがとうございます。見事なアホコメですね。インチキもたくさんいますが、本当に見える方もいます。なんであなたが断言できるんでしょうか。はい、あなたは何か確証とか証明とか根拠があるんでしょうか。うん、なんで本当に見えてる方もいますっていうですね、断定されてますけども、あなたよりですねはるかに賢いですね、例えばカール・セーガン、僕がよく読んでる本ね、前インスタグラム質問コーナーで返しましたけども、このカール・セーガンとかですらですね、まあそういう霊とかいないと、そして霊が見える人間なのいないって言ってたんですけども、あなたあのカール・セーガンより偉いんですね。すごいっすね。こう書いてますよね。人は衛星科学に騙されるのか、超能力、火星人、心霊術ね、書いてますよね。まあもともとサイコップのメンバーですからね。でもさっきの方は見える方もいますってね、ほら本当に見えてる方もいますって書いてくれるんで、すごいっすね。カール・セーガンより偉いんですね。いや、そんな人が今の日本にいて僕のしょうもない動画見て書き込んでくれるんですね。いや、そこはもうびっくりしますね。ピューリツァー賞とかね、ヒューゴー賞とか取ってたはずですけどね。天才学者と言われてるカール・セーガンよりね、が否定していることをね、あなたは断定してますからね、偉いんですね。すごいな。まあこういうすげえ人も見てくれるっていうことですよね。まあこの人はおそらく全然勉強もしてないのに、勝手に自分の意見でこういうことを言うってことはですね、まあ非常に強欲で傲慢なんでしょうね。だからフロイド・メイウェザー・ジュニアであろうが、マニー・パッキャオであろうが、そういう人にこうやってフック打つんですよとか、うん、いやガード全然できてないですねっていうのと全く一緒ですよね。あとまあスティーブ・マイにね、スイープこういう風にするんですよっていう引き方を教えるんでしょうね。いや全然できてない、全然できてないよっていう風に言うのと一緒ですからね。あ、まあこういう人ってすごいなと思いますね。自分が死んだ時に全てわかるんじゃないですかね。わかりませんね。死ぬってことは脳の電気信号とか消えるので、むしろ何もわからなくなります。はい、ということで、こういうアホコメをですね堂々と書いてくる、その神経を僕は疑いますね。はい、本当に見えてる方もいますということなんで、ぜひね、その証拠を送っていただきたいと思います。そしたらね、僕も土下座させていただきたいと思うんでね。すごいですね。まあ今の日本に、そして僕のチャンネルなんかを見てくれる人にカール・セーガンよりも優れた人間がいた、そういうの分かっただけでもすごいと思います。はい、ということで、本日も、ありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いいたします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。